つ一つの選択が結果を左右するシビライゼーション。どんな風にプレイするかは文明選びの段階ですでに始まっています。探索、建設、他国との交流はどれも科学力や文化力、信仰力、そしてゴールドを生み出し、何を研究するかによって勝利への道のりは変わってきます。全部で4通りある勝ち方を今から簡単にご説明します。最初の勝ち方はまさにシンプル。他の文明に宣戦布告して首都を力ずくで制圧します。最後の首都を占領すれば勝利はあなたのもの。ですが、あまり戦争ばかりしていると他の指導者からは嫌われてしまうので注意が必要です。征服なんて野蛮、そんなあなたにはもう少し文明的な勝ち方をお勧めします。歴史上の偉大な芸術家や音楽家、著述家を雇って傑作を作ってもらいましょう。そうすれば旅行者がたくさんあなたの国に訪れてきますよ。人気を保つことで世界が羨む観光大国を目指しましょう。それができれば文化による勝利となります。ワンコの書に書かれているありがたい教えを広めたいのですね。でしたらお隣の文明に伝道師を派遣しましょう。世界の都市の半分を回収させることが信徒たちの使命です。愛すべき神様と救世主に宗教による勝利を捧げましょう。科学による勝利を目指すとおっしゃるのであれば、地球さえも飛び出して人類の技術史上最大の偉業を他の文明より先に達成する必要がありますよ。今科学は難しそう、そう思いました？剣か歌か尊い教えか、手段は何であれ自分が選んだ勝利への道を突き進み、遺産や区域をどんどん築きましょう。国を大いに繁栄させるのです。世界は広く驚きに満ちていますが、まだほんの少し触れただけ。さあ、いよいよあなたのターンです。たくさんの楽しさが待つこの世界に飛び込んで、国家を勝利へと導いてください。ようこそシビライゼーション6へ。